いやおかしい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 。なんか感慨深いよすごく。最終回で265話だいたい1年で終わるって聞いてるから、なんか自分の中であったのよ365って数字が。正確にはそうじゃないんだけど、ここまで来たんやなって。もう3分の2は過ぎたってことでしょ。でこのあと延長戦終わって、映画なんだよね、劇場版銀魂完結編よろずやよ永遠なれ1時間50分レンタルだけど、Dアニメになかったからアマプラで探した。でこれでなんか一旦終わるつもりだったというか、なんか一つの終わりの形らしいね。だストーリー的にはつながってはいないのかな。高すぎはまだなんですけど、本当にだ最後も最後なんだね、本筋だし。貞治由来ね、確かに何なんだろうね。買ってやれよ。いやいやあるよ。いや神楽に食わせる食費があるなら買えるやろ、ドッグフードぐらい。ああ、神楽も食えてないの。いやいや、ペットはかわいそうでしょ。あ、よかった。まともなのがいた。さすがに。あ、マジでないんだ、何も。それだけは。最終回これかよ。まあまた土下座じゃないだけいいか。予算なくなったとか。はよ食っちまえ貞治。え？何？手羽先？え？ギトギトのメガネ？は？ああ幻覚。おかしくなってやがる。え？貞治？食べた？あの一粒。珍しくガチギレやん。いつもみたいにパクじゃないんだ。そりゃこんなでかい図体してりゃ腹も減るわな。捨て犬。え、犬が犬を拾うってか。え、いや違う、ドッグフード。ダメ。あの時の自分を。あぶねえ、こいつガチで行く気やった。ちょっと悩まないで。
おお、クマかお前は。ゴミ。なんか食えるものを。いや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 。まず自分で空気だったんだ。あげるためじゃないんだね。いやでも。いや好きだね、卵かけご飯。おいマジかよ、貞治。誰か食わせてやって。なんだこれ。ああ新選組で面倒見てやれって。うん、こっちはね。え、貞治も面倒見てくれる？ああこれもだいぶ懐かしいね。はい。とりあえず飯食わしてくれや貞治に。あーまあ確かにそうかもね。うん、あえて言うならまあまあまあ。こっちはちょっと面倒見てやってよ。まあそうだろうと思ったけど、ちょろすぎ。大事に抱いてやってる。都市のキャラならこうかなと思ったんだけど。え、鍛えるの警察犬。うん、まあ貞治優秀だからな。マスタードの鍵分け、いや食べちまえ。え、あ貞治、その青さは何、どうなの、マヨネーズ、あダメか。おお見込みある。いらないいらないいらない、病気になっちゃう。貞治はドン引いてるけど、こっちは、あここには預けておけねえって。いいやつやな貞治。え、今度はさっちゃん、人間にでもする、赤丸にする。うん、こっちは、うん、ありがとう。おう、さっちゃん、あら、なんか、おいおいおい、いい女やん、おいおいおい。わおいおい、さっちゃん、いい回や、珍しい。ほんとか。え？え？なに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 ？ついに来た、待ち望ん、なに？
さんのペットに。信じてたのに、ヤマンバ。逃げて、逃げて、逃げて、逃げて。あいつ無駄にスペック高えから。ねえ、ズラ。最近さ、松陽先生の弟子とかなんか、いろいろ出てんのに、お前全然来ねえじゃん。どうしちゃったんだよ、お前は。あ、2ヶ月も前なんだ、あれ。そう、そうなんだよ。絡んでよ。俺だってあの時、いや、雰囲気的に言いづらいなと言いながらも、思いながらも、どうしても超えられきれなくて、ズラワって言っちゃったもん。固まっちゃった？そりゃ医者もんだよ。エコノミークラス症候群になっちゃうよ。もうダメだ、もうダメだこいつは。もう期待するだけ無駄だ。え？おいおい、なんか、え？弱ってる？病気か？なんかまずそうやで。これは一刻を争うで。おう。もう貞治を探してる。いやー、もう意地張ってる場合じゃねえ。え、どうする気よ。仕事。あ、じゃあやっぱ仕事せずに貞治を探してたのね。2日。お前らも2日食ってないの。まあそれは大事な仲間だもんな。いやでもこういう時の銀さんは、いや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 、なんか考えてるんでしょ。え、どうするつもりなんだ。はあ、いや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 、おい、仮にも動物病院だろ。いやいや、そりゃねえだろうよ。なんだそれ。てか、動物病院に連れてった、用水屋に持って帰ってもっていうことなの？どうするよ。弱ってく一方だよ。住所もう読めるよな、貞治なら。いや、匂い、いや、読めるよね。
ご主人がもう親戚の犬好きの子疎遠になっちゃった。じゃあもう来てない。病気持ち。あ、じゃあもう最初から。なんだそりゃ。なんだそりゃ。いやいや、いや、ちょっと待って待って、銀さんはどうしたいの。どうする気なの。いやいや、問題なのは病気だよ。いや、ここは分かるよ。だ、依頼があれで、でも処分することになっちゃうから連れて帰っちゃったら、いやいや、自力で取ってきたの。あの時のお返しって。仲間なら仲良く分け合うって。でもどうすんのよ。ひたすら貞治が面倒を見てるよ。いや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 、それはどうなの。それはどうなの。いや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 、おかしい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 。なんじゃそれ。どうする気なの。いやいやいや、何？本当はそれ何？ハエは魚のハエ？そりゃそうだろうよ。で、あの動物病院？見てたってことなの、ずっと。
魚に薬を仕込んでた。いやいや、そんなバカな。貞治の気の済むようにさせてやってたってこと？ずっと見守りながら。今度こそ分けよう。経費がかさんで。そんなバカな。そんな経費くすえ、おじいちゃんの犬、え、孫、それとも親戚の子、あ、たり知らん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 、もう。え、ちょ、犬回収してからにしようよ。踏み倒す。連れてて連れてて。毎回先生の魚に仕込んでたの。なバカな。そうだろうよ。帰ろう。仕事しよう。なんじゃそりゃ、そんなのさすがに読めんわ。俺ずっと弱っていくのを見て、だ、みたいな。どうするのよと思ってたよ。ずっと銀さんは見てたのね。うん、そこで、まあ、薬をあげてる以上だから、そこでもうもう命は保証されてたから、あ、どういう気持ちで見たらいいんだと、ずっともう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 貞治、はあ、としてはまあ意地もあるけど、あとはまあここまでは考えすぎかもしれないけど、だ、議員さん、今まで議員さんたちというか、まあ議員さんはずっと身内を守るっていうところを大事にしてきてたから、だから貞治だ、自分で守りたかった、最後まで、まあ、最後までって言うとおかしいな、あの守りきりたかったってことなのかな。最後助けてもらったけど、あ、最終回。いやー、まさかこんな回だとは思わなかったな。いや、銀さんのことだからね、何かをしてくれるだろうとは思ってたけれども、さすがに読めなかったわ。じゃあこれで終わったのね、一旦ね。でまた開いたんだろうな。で映画をやって、よろずやよ永遠なれで一旦終わって、だ、本当にこれストーリーには関係ないんだろうね。これに関しては一つの終わりのエピソードを見せてきて、でしれっと続けたの。なんだそれ。じゃあちょっと待って、これが終わってアニメ、アニメの方はちょっと開いておいたんだけど、これなんて読むんだろうね。丸がついてるけど、266話、一時停車うまい具合には止まらない、なんかアイテム持ってるけど、なんかアマント由来の特殊アイテムかな。
多分あの映画行くと思います。ちょっとレンタルかかりますがね。まあ見ますよ、はい、じゃあ次回映画でお会いしましょう。